お前ほどの男が逃げるとはな。見苦しいとは思わないか。それともお前の目はこれ以上戦えないほど悪いのかな。明石さん、あなたまさか。ま、この前は油断しちゃったけどね。俺もそうダサくはないよ。前回と同じようにはいかないんだな、これが。ナルト、俺が手本を見せてやる。油断したな、アイタチ。さすが、術の使い方がうまい。道理で現実に手応えがないはずだ。俺の影分身ごとやれ、ナルト。わかってるってばよ。途中から変な感じはしていたんだが、こやつ知ってらっしゃるんですか。ユーラ、うちの里の上人だ。砂の、もしかして暁のスパイだったのかも。まさか4年も上役を務めたこやつがな。剣下の術でイタチに化けてたのか。そんなレベルの術じゃないよ。これは術といい力といい、間違いなく本物だった。想像じゃが、生贄使って同一体を作る術かもしれんの。偽物は使い捨ての足止め役。いい術持ってやがるね、奴ら。じゃが、あからさまな時間稼ぎから考えて、奴らは美獣を引き剥がしにかかったるな。おそらく奴ら、一尾の主覚で新たな人中力を作るつもりじゃ。美獣？人中力？それ、何なんですか？美獣とは、王を持つ魔獣のことじゃが、この世に全部で9体。
体おる。そして尾が一本なら一尾、九本なら九尾と名が尾の数を表すのじゃよ。九尾。尾獣は莫大なチャクラの塊でな、忍海大戦記には軍事利用しようと各国が競って手に入れようとしたものじゃ。じゃが人知を超えたその力を制御することなど誰にもできなんだ。人中力とはいわばその力をコントロールする存在じゃ。でもその力を制御することは誰にもできなかったって。結果的にはな。じゃが人はその力を制御しようとしたのじゃ。移住を人に封印することでな。戦争のために人中力を生み出して、それじゃ人中力にされた人は。どうやればその美獣を取り出せるんですか。瞬間的にも美獣の力と釣り合うだけの封印術とかなりの時間を要する。だがそれをしてしまえば人中力は。まさか。そうじゃ、美獣を抜かれた人中力は死ぬ。そんな。なんだよ涙声なんか出しちゃって。心配すんなよ、さくらちゃん。ガーラは俺が助けっから。私はナルト、あんたの。博士先生、急ぐってばよ。